こんにちは。皆さんお待ちかねのこの時間がやってきました。この試合を実況させていただくのは西岡明彦、私のお隣、解説には福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。このチームは容赦ないプレスで相手を思い通り動かせないことで知られています。今日もいつも通りでしょうか？そうですね、変わらないでしょう。両チーム体力が重要になりますが、相手にとって特に重要なのはプレスに対して冷静さを保つことですね。押し切られないように注意が必要です。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。試合が始まりました。浦和レッズのキックオフです。柏木陽介、スペースに見事なスルーパス、滑っていく、どうだ。レオシルバ、三沢健人、犬飼智也、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。鹿島アントラーズのスローイン。長木亮太、キーパーからのゴールキックに変わります。先ほどのシーンです。このタックルはチームを助けますね。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。アントラーズが攻める。レオシルバ、三沢健人、振り抜いた。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。キーパーの位置を完璧に把握してゴール右を狙いました。キーパーが届かないのが分かっていたので、強く蹴る必要がないことも計算済みですね。柏木陽介、青木拓也、興梠慎三、ここでシュート。ここはゴールが決まりません。入ってもいいシュートでした。同点に追いつこうという気持ちが感じられます。
レオシルバ、鹿島の攻撃です。クロスを出せるか。レオシルバ狙ってきたぞ。キーパー止めました。ここで決められたら苦手意識がついてしまうかもしれませんでしたからね。青木拓也、三沢健斗、レオシルバ、浦和レッズのスローインです。柏木陽介、青木拓也、スローインもう一度です。町田浩樹、長木亮太、三沢健斗、リードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。レアンドロ、長木亮太、三沢健斗、ここから先の出しどころに苦労している様子です。打った、西川がセーブ。このパスは簡単にカットされました。土井翔真、クロスが入りました。このボールは相手にクリアされました。青木拓也、柏木陽介、武藤優希、山中亮介、興梠慎三、押し込んだ位置でのスローインになります。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。三沢健斗、土井翔真、このパスはダメでした。通りません。浦和の攻撃です。長澤、すごいセーブだ。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。鹿島アントラーズがリード。後半のキックオフです。土井翔真、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。興梠、見事な視野です。長澤、素晴らしいシュートでしたが、残念ながら枠に当たりました。無理に厳しいコースを狙わなくてもよかったかもしれません。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。サイドを崩してチャンスを作った。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。
違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。柏木陽介、牧野智明、青木拓也、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。レオシルバ、町田浩樹、犬飼智也、リードを奪っています。パス回しにも余裕が感じられます。このカットは大きい。しっかりと奪いました。サポーターから厳しい声が上がった。ここはよくスペースが見えていました。興梠のオフサイドです。両チーム交代があります。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。このパスは読んでいました。マルティノス、牧野智明、サイドにスペースが空いています。興梠へいいクロスが中に入った。決めに来た。ゴールラインを割りました。浦和レッズのコーナーキックとなります。この選手今日はいいプレーを見せていましたが、ここでベンチに下がるようです。これはあるか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。コーナーキックもう一度です。すごい雰囲気です。この凄まじい応援は選手の後押しにも一役買うんじゃないでしょうか。はい、この応援に応えられなければプロとは言えませんね。ボールはエリアへ。いいボールでしたがここはクリア。青木拓也、ここでシュート、ゴール。浦和レッズ決めました。完全に決まったかと思われた試合でしたが、これでなんと1点差です。追いかける方に勢いがあります。もう分かりませんね。別の角度からご覧ください。町田浩樹、ゲームを作るパス、またまた通ります。今日はパスがよく通っています。選手たちにボールをつなぐ意識が見て取れます。クロスはマイナス。三沢健人、アントラーズが攻める。折り返せるか。チャンスを伺っています。中央へのボールはクリアされました。このパスはカットされました。シュートを打った。クロスバーに当たった。鹿島アントラーズのスローイン。
枠に当たらなければ試合終盤にリードを広げる決定的なゴールになっていましたね。出しどころが見つからないか。ここはしっかりクリアされました。レオシルバ、さあ上げたい、切り込んでいく、狙ってきたぞ。なんとも惜しいシュートでしたが、重要な場面決めきれませんでした。狙いは良かったですよ。柏木陽介、これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンスになるか。ひとまず前に出しました。シュートを狙う。選手が激しくポジションを取り合います。重要なコーナーです。ゴール前に入れた。最後はキーパーの手の中へ。ここで試合終了のホイッスル。鹿島アントラーズの勝利です。ライバル同士の戦いに勝者が出れば敗者も出る。チームは残念ながら